Hola, ¿cómo estás?今日はですね、まあ、前回の動画の続きなんですけども、日本人、ジョセリンがですね、日本に移住してきて好きなところ、そしていいところをですね、ジョセリンがね、教えてくれるそうなんで、いいですか？ナンバーワン。ナンバーワン。もういきなり行くね。優しい人いっぱいいる。ああ、みんな優しいよね、結構。大体優しい。どんな人が多いの？若い人？半分半分、結局は。で、若者は、うん、まあね、ちょっとオープンマインだから、このことは分かんないとか、あ、理解してくれて、英語分かんなくてもなんとか訳せるようにしてくれる、うん、俺も最初、なんかいろいろ英語とかで頑張って伝えようとしてたね。もう最近もまあまああるっちゃあるけど、あ、あるある、わかんないことは、うん、なんかを英語に直したりするときはある、俺もね、わかる範囲でね。じゃあパート2。日本は安全すぎてやばいなんか忘れたら盗まれないんだよ、うん、それはやばい。もうベネズエラだったらもう1分でももうもう絶対1分ですぐ盗まれるよ、うん、あんた携帯とかどこに隠してたんだっけ？あ、携帯はね、うん、学校とか行ってた時は2つの携帯持ってた私で、ね、うん、一つはなんかめっちゃクソな携帯、うん、なんか電話しかできないとメッセージ、スマホは家に置いて、うん、でももしスマホを外に持っていくしかない時は、あとバス乗ったら、うん、携帯とかをここら辺とかこうでもあまりバレないようにとかね、例えばこことかね、パンツの中とか、本当にそういうレベルでね、yes. 危ないんだよね。だってカバンとかに入れたら、うん、普通にポケット入れたらすぐ泥棒が、おい、ってあんた見たことあるでしょ、こうやって。ああ、見たことある。ガンガン目の前でこうやられて、目の前じゃない、あ、違うの。あ、バスに乗ってて、うん、で隣の車に、うん、確か窓が、うん、あれ窓を下げてで、急にバイクブン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 で、お金出せ、携帯出せとか、お金、うん、財布出せで、その人はあーどうすればいい、どうすればいい、動揺するってことね。で、ドラマがお金出せで、バスの人たちもそんなになってる、yes. 持ってっちゃったの、それ。ノノの車がダッシュしたから、うん、あれ逃げたんだ。で、私はずっとこうじゃあ目の前で見てたじゃん。目の前って言うのよ、それ。目の前よ、もう。目の前はこれでしょ。違う、そこまで前じゃなくて、もちょっと先でやってた、それはもう目の前って言うの、うん、まあ海外では多いっちゃ多いね。あ、でも危ないとこは場所によってると思うけど、まだそういうとこもね、多くはあるっていう。南米の方はもうありすぎて、あれ、うん、南米は危ないとこ結構多いよね。日本はもうそんなこと気にせずに、もう夜中でもさ、あ、じゃあコンビニ行って、あ、じゃあビール買ってこようぜ、なんかおつまみ買ってこようぜとか、食べ物買ってこようぜっていうの全然できるからね、友達とね、出かけるっていうのは。本当にこれ出せって言われてバーンってやられることもあるの？あ、あるあるある。何回もニュース出たことある。なんか出さないで、うん、結構若者とかさ、あ、出さねえよみたいな。で、出さないよ、で、パーンって実は終わる。フェイタリティ強くある南米で、まあ日本は本当にそこら辺は安全だよ。俺も財布落としたら帰ってきたからね、何も取られないんで。そういうとこ本当すごいね。でも日本人はそれをなくさないで、うん、なくさない確かに。あと、私、日本に来た時に、うん、みんながスマホでさ、うん、あれて私、出していいの出していいの確かに、みんなスマホはもう歩きながら使ってるからね。ナンバー3はご飯。ナンバー3、ご飯。もうご飯美味しい。やっぱ日本ってご飯の種類多いの？多い。あと、いつも珍しいもん作ってる。何これって思う、いつも。え、これ何？あー、食べたい。いろんな国の食べ物も食べれるし、あと日本で料理も多いから、そうそう、いろんなものが楽しめる、うん、さあ、そこの面では食べ物に飽きないかもしれないね。じゃあ次行きましょうか。
技術。技術。たまに出かけると、うん、もういろいろ驚くよ。例えばこの前の渋谷の、うん、あそこのロボット、カフェ、コーヒーを注いでくれてた。あなんだこれって何これってすごい。すごい、俺もびっくりしたんだけど渋谷のね、あそこどこだっけな、まあ、ニトリの近くにあるところだよね。忘れちゃったけど、うん、そう、そこにあるね、まあカフェみたいなとこあるんだけど、店員さんがロボットだで、お金を払ったらこうウィーンって、ね、全部自動でウィーンウィーンってこうなんか 手とかついてんだけど、ウィーンウィーンウィーンってやってるって。え、でもそれは日本以外でも、例えば海外とかでもいろいろあるじゃん。私見たことなかったよ。本当、ああまあベネズエラはないかもね。南米はない。南米はない。だってここにはさ、うん、結構いるんだけど、なんだっけあれ、ペッパー。あ、ペッパーくん。イエス、それは海外そんなにないよ、そういう時代。初めて見た時びっくりした。イエス、もうやばい。なんか急に喋ってくるから。イエス、喋ってるって。でもここ多いじゃない。多いね、そういうのペッパーくん。ペッパーくんか、主に。人間がいらないじゃん、日本は。いらないね。だんだん、だんだんもういらなくなってくるね。レジとかも今自動だし、ね、それもユニクロとか行くとき、うん、いや、ユニクロか自由か、俺もびっくりしたんだけどカゴの中に袋、あの服を入れて、で、まあ棚みたいなとこにカゴと一緒に入れるとなんかそう、カゴにあるね、ものが全部いくらいくらみたいに出てきて、もうそこはもう無人、無人。まあ一応レジもあって、そう、2人ぐらいいるんだけど、その無人のとこもあって、いや、そこすごいね。確かに技術がすごいっていうのはあるね。イベントも多いね。あー、イベント多いね、確かに。南米はあんまりないから、うん、日本に来てからなんか、あ、ゲームのイベント、EDM のイベント、うん、あー、音楽のイベント、ね、確かに音楽のフェスとかも多いからね。そう、多いし、いろいろ楽しめる祭りとかもあるしね。飽きることはない。例えば、コミケとかさ、とかジャンプフェス、ポップアップとかして。ああ、ポップアップとかね、あるね、確かに。東京は特にそういうのが多いからね。綺麗なとこがいっぱいある。原宿とかもさ、うん、全部綺麗じゃん、色とかも。ああ、色が。新宿に夜で行くとさ、もう。ああ、いろんな光あるよね。もう大阪とかも、うん、もう綺麗、もう全部綺麗。人のなんか忙しいところバタバタしてみんな。うん、なんだろう、俺もう慣れちゃってるかわかんないけど、アニメ、アニメ、もうそれは個人的な趣味だね。そういうアニメのグッズがもうなんか普通にあるもんね、うん、ここは確かに日本独特かもしんない。日本だけかもしんない。そうだから日本に来るとやっぱり外国人みんなあ、アニメのグッズで すぐあっち行っちゃうじゃん。アニメがもう面白い。アニメ、まあ、最近あんま見れてない、ね、ああ、そう、実は、ね、この前まではワンパンマンとかね、私も好きだからね。そう、だからそこの趣味あるからね、そういうとこがなんかいい、なんかお互い楽しめるなってとこだね、うん、人、人間をつながるアニメ、つながるアニメで便利すぎて、日本はコンビニとかあって、ああ、いつでも、あ、すぐそこにある、うん、もうそれは日本に来た時にさ、うん、見て、あっちファミマある、でもこれすぐ行ったらセブンイレブンある、でももうちょっと行ったらロスある、だから何時間でも、ね、どこでももうすぐ、うん、飲みたいなら自動販売機もこっちこっちでもあるし。そうだね、海外は自動販売機全くないからね。ないよ、南米はせまあそうだね、確かにそう考えると日本ってやっぱ便利だね。便利、そういうとこ、安全、最高、いろいろある、飽きない、うん、飽きないね、確かに、うん、日本はやっぱり最高、やっぱり最高なんだ。人はあれ、ちょっと考えはあれだね、うん、苦手、みんなじゃないけど、うん、なんか苦手な人が、まあ、そうそうそう。私はどう思う、日本のいいとこ、まあ、食べ物ぐらい、ちょ、あとゲーム、こうやってゲーム機も変えて、食べ物も普通に変えて、普通のこういう家で安全に暮らせるっていうのはめっちゃ幸せなことだと思うけどね。日本に海外のこととかいろいろ見るとニュースとかでね、こうやって普通に家があって、普通にゲームができて、食べ物も食べれてっていうのは、もう日本人は、うん、
今の幸せ舐めてるよ日本人の嫌いなとこあれ前回終わりましたけどそこはね日本人ねもう一回ね思い出してほしいというか世界のことをもっと知ってほしいっていうのを俺も思う。南米とかの方はいろいろ買えないし、うん、食べれない人もいるし、うん、安全ではないしそれでもね前に進む。あ、前向きに生きてる。 Yes。 でも日本人はなんかすぐこんないろいろあるのになんか諦めるなんてな、うん、なんかもったいない。もったいなくて。ふざけるなボドカ。コントローラーも投げるなボドカ。投げるなファッキュー。ファッキューボドカ。ファッキュー。ボドカちゃんと物を大事にしてください。大事にしてよ。もう何これ。もう何これ。ボドカに悪いこと。ボドカに悪いこと言う動画かなこれは。いろいろ話混ぜちゃったんだけど。まあそういう感じだね。ヨセリンが日本に来て日本の好きなところ、日本と日本人の好きなところところといいところをね話してもらいました。あとボドカパッキュー。ボドカパッキュー。ボドカの顔ってどんな顔？麻薬麻薬やる人の顔じゃあね皆さん次回の動画で会いましょう。バイバイ占いゲイ